色がまあ人間のそのメンタルに対して与える影響っていうものってやっぱりあるんじゃないのかなと。このグリーンとブルーっていうのは実は水と森からのインスピレーションで、やはりあの自然の恵みじゃないですけど、まあこういった大地の恵みだったりとか、そういうところから。いつもグリーンネットワークをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。グリーンの岩佐です。今日はよろしくお願いします。ビディエタの米花です。よろしくお願いします。お願いします。1年ぶりに、はい、やってきましたよ、この日が、はい、ゲストの方にね、お越しいただいてこう撮影なんですが、じゃあ早速、ジョシュアエルスの山口さんに、登場していただきました。ジョシュアエルスの山口と申します。また1年ぶりにですね、こうやって皆さんとあのお会いできて、非常に嬉しく思います。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、軽めに自己紹介なんかを、はい、自己紹介ですか。軽めのやつ。軽めのやつを、それはですね、厳重に忠告受けてます簡単にですね、僕はあの大学卒業してからずっとテキスタイルをやって、30の時にですね、イギリスに渡って、それから、2001年からですね、今まで、イギリスの、工場系のですね、ブランドを一筋でやってまいりました。なのでちょっとあまり他の国のことに関しては詳しくないですけど、イギリスのことに関して言うと、皆さんに提供できるのかなとは思ってます。はい、ジョシュアエリスはあのいつ頃から山口さんが、はい、もうね、岩瀬さん最初から買い付けてくださってますんで、2016年の秋冬から、なのでこれが6シーズン目になります。もうその僕たち最初ですよね。最初の頃からですよね。そうです、見た瞬間にこう、そうです、そうです、やりたいと、そうです、記憶してるんで、即決で選んでいただいて、非常にね、嬉しいですよね。やっぱり自分がやってたものから新しいものを始めた時に、やっぱりそれまで違うブランドでね、お付き合いがあった方がそのまま買い付けてくださるっていうケースってなかなかね、難しいと思うんですよね。なのでね、そういうお客さんのためにも、それを買ってくださる消費者の方にも、いいものを作りたいなと、そういう気持ちでね、ずっとやってきました。とりあえず、どうしてもこう生地屋さんというイメージが強い、強かった。僕の場合は、あのジョシュアエリスで生地屋さん、そうです、コートとかの生地 の、あのイメージが強かったん で、あのジョシュアエリスがこういうストールも始めるんだなという、結構ちょっと驚いたっていうのも、あったんですね。確かにね、岩瀬さんのところですと、他 の、 あのナポリのブランドだったりとか、そういうところに生地を使っていただいたりとかしてましたし、多分そういった印象は特にメンズのお客様には強いのかなとは思いますね。そうですね、ジョシュアエリスって名前を聞くと本当にね、もう世界でも最古な方の、そうですね、あの生地屋さんでもあるんでね、あのコレクションもパッと見た瞬間にこうグッとくるというか、なんて言うんでしょうね、あの商品として、お客さんがですね、あ、これかわいいとかこれかっこいいとかって思っていただくのも大事なんですけど、最終的にやっぱコーディネートしやすいか しにくいかっていうことがやっぱり非常に大事なので、その時に柄がどう見えるかとか配色がどう見えるのかとか、そういったことを考えながら、基本的にはイギリスの柄、イギリスで生まれた柄を、大きくしたり小さくしたり、レイアウトを変えたり、あとは配色ですよね。本当に特にそれはパッとこう手にしたくなるような、触りたくなるような、色合いのものが、カラーリングがすごく素敵だなと思ってますんで、あのちょっと今日はね、そういうどのようにしてこういう柄とか 色合いとかを生み出したのかをちょっとお聞きしたいなと思いますので、了解です。結構たくさんね、あのコレクションも、僕いくつかの種類に分かれてるじゃないですか。そうですね、一つは190cm×70cm の、通常のスタンダードの肝タイプのストールが一番メインの、商品になってますね。あのいわゆるオーバンストールのようなものですね。例えば、こちらの商品なんかこのサイズですよね。このサイズが一番基本的な商品になってますね。で、その次に2年前から実は手掛けてるリバーシブル、リバーシブルも、同じサイズです。70cm、こういったですね、ちょっと昔のミラノファッションを彷彿させるような。なるほど。でもやっぱりベースはあのイギリスの柄という。やっぱりイギリスの柄をイタリア人がうまく使ったりとか、アメリカ人がうまく使ったりとか、それぞれの国のフィルターに通して違ったものになっていくっていうふうに僕は解釈しているので、それで、個人的に私の思い入れの強いタイプの、このこれも違うサイズでした。これ190×50cm、ね、50cm、こういった2プライカシミアのナチュラルフィニッシュ、ちょっとデジタルルックな感じで、起毛してない分だけですね、このいわゆる折り目がきちんと見える。なるほど。
いわゆる他のものより不白っぽく見えるというか、そうですね、はい、これ本当にツイードのジャケットみたいな、はい、そんな感じの素材感ですね。なんで使い込めば使い込むほどまたいい笛になっていくっていうタイプ でこれはですね、通常のストールの糸を日本寄りにした、まあ、英語で言うとツープライというふうに呼んでるんですけど、それのナチュラルフィニッシュ、起毛してないタイプです特徴はですね、起毛してないので、しかも糸が2倍太いっていうことで、こういったですね、糸と違う糸と違う糸が交わるところがですね、ちょっとデジタル、プリントアウトしたデジタルのように見えるといったことが特徴ですよね。ツイードのジャケットの生地みたいな感じの、はいはい、イメージですね、はいはい、そうですね、まさにその通りで、なのでここは逆に色数を少し増やして、はい、少し面白く見えるようにしてます。なるほど。他のものは意外にすっきりした見え方のものが多いんで、うん、なるほどなるほど。それがまあ大きな違いですかね。あとは、まあ、30×180 のマフラーサイズですね、はい、ちょうどこの大判の半分ぐらいの感じ。そうですね、長さが、短く10センチ短くて、ね、はいはい、まあ、一番スタンダードなサイズのマフラーで、逆にまあボリュームがあるお洋服にちょっと、まあ、ボリュームのあるストールよりは小さいマフラーの方がいいなと、あ、まあ、すっきり見せたい時には、はい、すっきり見せたいと、はい、このサイズという、はい、まあ、いわゆる一般的なこうマフラーサイズみたいな感じのと思います、ね、はい、今現代のマーケットでは一番それがスタンダードなサイズかと思います、はい、あと最後でストールのちょうど半分のサイズ、このサイズで作ってるのがその一番上の棚にある、これがちょうど190センチのストールの長さと同じで、幅が70センチの半幅の35センチタイプです。これが全てのラインナップになります。では大きさでいうと 1,2,3,4,5 種類ですかね。そうですね、はいはい、というラインナップですね、はいはい、やっぱり聞きたいのは、はい、こうインスピレーションの話ですね。お色とか柄の大きさとか、まあ、あの今年のコレクションに関してはちょうどやっぱりその、まあ、第1回目の緊急事態宣言の間に、最終的に結論を出したというか、企画の、最終的なこれをやろうあれをやろうっていうのを決めたちょうど時期と重なっていて、うん、あ、そうなんですね。なので、まあ、まずバイヤーさんと会えるかどうかっていう、まあ、不安感だったりとか、この先どうなっていくのかなみたいな、うん、まず、まあ、もちろん皆さんもそうだったと思うんですけれども、そんな気持ちがある中で、まあ、やっぱり通常のプレゼンテーションと違うプレゼンテーションをしたいなと、はい、岩瀬さんに何が良かったですかって聞いて、山口さん状況分かってますよねみたいなそんな風に言われてもちょっとどうかなっていうのがやっぱり自分の中であって、まあ、自分にできることは何だろうと思った時にやっぱり色を見直す。あ、なるほど、はい、まあ、要するに 色が持つ、例えば男性がスーツを着た時に振る舞いが変わったりとか、ご飯の食べ方が変わったりとかするように、色がまあ人間のそのメンタルに対して与える影響っていうものってやっぱりあるんじゃないのかなというところで、色を少しあのフィーチャーしたものですね。なるほど。それはまあ自分たちのメンタルセットに対して役に立つんじゃないかっていうので、一つそのあともう一つはやっぱり時代を超えて、やっぱりその商品と同じ距離感で付き合っていただけるような商品もやっぱり必要じゃないかなということで、ニュートラルカラーを使ったリバーシブルのタイプであったりとか、ストールのタイプであったりとか、大きくそういう2つの構成になってます。結構僕最初コレクションを見たイメージで言うと、はい、あ、パワーのある色が足されたというか、ね、まあ、パワーのある色が目についたというか、はい、あ、ちょっとネオンっぽいカラーであったりとか、はい、ビビッドなカラーが、はい、足されたんじゃないかなという印象は持ったんですが、そうですね、はい、まあ、それはもうやっぱり時代なので、やっぱりファッションで何ができるかと考えた場合に、はい、やっぱり人の気持ちをですねリセットして前向きにさせたりとか、落ち着いた穏やかな気持ちにするとか、はい、やっぱそういったところでネオンカラーとかブライトカラーは使ってますよね。その他にもインスピレーションあるんですけど、ブライトカラーってやっぱり最終的にやっぱ先ほど冒頭で申し上げた感じのようにですね、やっぱコーディネートしないとやっぱり成立しないわけじゃないですか。そうですね、はい、その時にやっぱりそのやっぱりハイテクスニーカーってまだまだやっぱり、はい、あの大きな部分を占めてますし、スポーツ系のアイテムだったりとかそういったものだったりとかもまだまだアウトドアブランドと並行してやっぱり人気があるし需要もあるなっていうのは感じてたんですよね、はい、なのでそういったものを例えばちょっときれいめな部屋着のままから外出ていただくときに、はい、やっぱ靴と巻物と、あ、なるほど、はい、があるとずいぶん見え方が変わるのかなっていう、はい、なんかだからこういうのなんかはちょっと今日の米花さんのね、ちょっとその厚底のブーツだったりとかっていうのにも雰囲気がすごい合うと思いますね、うん、このグリーンとブルーっていうのは実は水と森からのインスピレーションで、やはりあのそうやったんですね、はい、自然の恵みじゃないですけど、はい、まあ、やっぱりサステナビリティとか SDG とか言われてますんで、はい、まあ、そういった大地の恵みだったりとか、そういうところから色っていうものの本来の意味だったりとか、そこから受ける、まあ、自分たちの心的な影響ですよね。なるほど。
そういうものを表現したいなと思ってそうにしてます、うん、はい、たくさんある中からこういうチョイスをさせていただいたんですが、はい、特にこの中でどれも思い入れは強いと思うんですけど、はい、特に思い入れがあるようなお客様の好みによるんでね、まあ、あれなんですけれども、はい、もう実際は僕が一番最初に考えたのは実はこれなんですよ。あ、そうなんですね、はい、何色と何色がこれはですね、はい、まあ、これスカーレットレッドですよね。イギリスで使われるいわゆるロイヤルスチュアートだったとかに使われる色なんですけど、それにブラックで、それにコーラル、メランジのコーラルピンクが入ってます。合わさるところがこういう風になるということですか。そうですね。なるほど。こういうところは色と色が合わさってるんですけれども、まあ、これは何を意味したいかというと、やっぱり自分で物を企画しているときに誰もいない中で一人で寂しくそうそう、ね、色組みをしてたわけなんですけど、はい、やっぱその中でやっぱ前向きに自分で仕事をしていかなきゃいけないって、はい、結構自分で自分をですねプッシュプッシュプッシュしているときに、はい、赤ってやっぱりすごい前向きな力があるなっていうふうに思ったんです。これはまあ、パワー系な感じしますよ、うん、はい、でただ赤黒になっちゃうと、はい、どうしてもアメリカのアウトドアブランドの印象強いじゃないですか、うん、まあ確かに、はい、あ、 ありますね、はいはい、なのでそこにコーラルピンクで特にメランジみたいな色を入れると、はい、中性的なジェンダーレスな感じのブランドのイメージになって、うん、なので、まあ、今日の小宮さんのお召し物だったりとか真っ黒じゃないですか、うん、はい、そういうとこ、そこに赤黒が来るとちょっとメンズっぽすぎますよね、うん、パキッとこうパキッと、はい、しすぎてるというか、ね、メンズのザ・アメリカみたいな感じの配色になりますよね、はい、だからこのそこにコーラルピンクが入ることによって例えばクリーム色のセーターと合わせしたりとか、あ、いいかもしれないですね、はい、白いボトムと合わせていただいても可愛いですし、うん、でこれに合わせてもそんなにこう強すぎないというか、そうですね、はいはい、このコーラルピンクのおかげで、ね、結構女性らしい感じになりますよね、うん、そうですね、巻いてみます、こんな感じ、うん、確かに収まりが収まりいいと思いますよ、はい、いいかなと思います、はい、優しいこのピンクの感じがそうですね、はい、なんか激しすぎずっていう感じですよね、ね、うん、基本的にそのワンピースのストールの中の黒も同じ色だとすると、うん、結局はいわゆる赤系のグラデーションが全面的に出る感じですよね。で今やっぱりマーケットでも、まあ、海外のメドもそうなんですけど、トーナルの色の組み合わせのコーディネートってものすごく多いので、そういったところからもインスピレーションを拾ってますね。例えばどういう、赤とピンクだったりとか、はい、グリーンでもライムグリーンとカーキグリーンの組み合わせだったりとか、うん、はいはいはい、ブルー濃淡みたいな、はい、同じ同色共系色の濃淡みたいな感じですね、うん、なるほど、そういった提案すごく多いので、うん、まあ、そういった印象ですね。ただ根本は、まあ、自分でですね、自分で、まあ、自分を知った激励するじゃないですけど、そういった時にやっぱり赤をですね見ると、はい、やっぱりですね、なんか赤ってやっぱりすごい強いなって思ったんですよね、うん、なるほど、それが一番のきっかけですね、うん、はい、だからそれはね、もう個人の好き嫌いってのはもちろんあると思うんですけれども、うん、こういう時こそ自分がやっぱりこう、うん、ポジティブになりたいとか、うん、前を向いていきたいっていう時にパワーカラーじゃないですけど、そういったものでね、使っていただけるような機会があればいいなっていう気持ちが一番強いですね。で僕ら打ち合わせをしてきたわけじゃないんですけど、はい、僕全身茶色で着てみたんですよ。でちょっとずっと黒とかグレーばっかり着てたんですけど、はいはい、ちょっと久々に茶色の格好もしたいなと。この中だとどういうのを合わせるとかっこいいかなと。その中でですか、まあ、でも基本的に全て合うと思うんですけど、はい、例えば優しい感じであれば一番右側の感じとか、はい、僕そのナチュラルなこう、はい、目に優しい感じでいきたいんですけど、はい、いわゆるブラウン系のトーナルになりますよね、うん、今年からの新色のバニラっていう色と、まあ、キャメル、ブルーシルバーっていう色が配色使ってあるんですけれども、ブルーシルバー、はい、グレーも入ってるってことですか。そうですね、うん、グレー入ってますね、はい、でこれはまあ何を意味しているかというと、やっぱり自分の気持ちの中で温かさと冷静さをきちんと保てる色なのかなという、うん、気がしていて、非常にリラックス感がありながら、まあ、先ほど申し上げたですね、これは商品との距離感をですね、はい、いつの時代も保てるような、あ、この時こういう色が流行ってこういう気持ちだったからこれ買ったっていうんじゃなくって、うんうん、はい、やっぱりいつも同じ角度で同じその距離感で接しられる商品ってあるじゃないですか。あります、あります、はい、そういったものの、だからこのリバーシブルのタイプの仲間の一つのカラーリングですね。確かに黒とかとも合わせたいですし、そうです、そうです、はい、こういう茶色とも合わせたいですし、これとかをね巻いていただくとまたちょっと一回やってみましょうかね、感じが変わりますよね。マント風にしてこうかけていただくと、でまあ、少しねチラ見せじゃないですけど、リバーシブルなんでやっぱりこういった、まあ、もちろんこれベージュが入ってるんで、今日岩瀬さんのスーツのいわゆるブラウンとトーナルの感じの色合わせと、はい、あとブラックとブラウンのベーシックな色の組み合わせと、あとグレーもブラウンにものすごく相性いいですよね。例えばこれ、はい、岩瀬さんのトラウザーズがグレーだったりとかしても全然しっくりきますよね、はい、そうですね、
なので基本色の色まとめでコーディネートしていただいて、少し優しい印象のブロックテックで、外観から見てもリバーシブルの裏のグレーが少し見えて、はい、いわゆるカラーレイヤードのアクセントになってて非常にかっこいいかなと思います。そうですね、これは使い勝手も良さそうですね、はい、特にこのリバーシブルのシリーズ、はい、まあ、特に車のような移動が多い方だったりとか、ね、なので移動距離が、外に出る移動距離が非常に短い方だったりとか、うん、はい、まあ、あとはその、まあ、こういった時お昼ね、ランチのミーティングに出たり、そういった時に、まあ、テラス席でそういうのを羽織りながら、いいですね、そういうシーン、はい、ないな、でもいいですよね、そんなイメージですね。であとやっぱり本当にこういう時代なんで、まあ、先ほども申し上げたようにタイムレスバリューと呼んでるんですけど、うん、時代を超えた価値観じゃないですけど、商品と同じ距離感で同じような、気持ちになれるような商品が一つ欲しいなということで企画した商品です、はい、そういう意味ではこう、ね、長く時代を経て時を経て、はい、まあ、巻き続けることができるっていうのは確かにいいですね、はい、ある意味僕たちのサステナブルと設定してるんですけど、はいはい、あとなんか、ね、はい、米原さんと、はい、その岩瀬さんに両方多分僕ちょっとこれおすすめなんですけど、ちょっと可愛い感じになっていきなりなっちゃうんですけど、このロイヤルスチュアートの2プライのマフラー、一番こうポイントとして置いてるのがロイヤルスチュアート、定番のロイヤルスチュアートなんですけど、グランドの色にオレンジ色を混ぜてるんですよね。でこれは何を意味してるかって言ったら、やっぱり、まあ、ブラックとブラウンに合わせた時により大人っぽく見えるような、でこれが真っ赤だとやっぱりちょっとほっこり感が強すぎちゃうと思うんですよね、うん、なのでここでチョコレートブラウンだったりとかキャメルカラーの色だったりとか、ここに黒が来るとちょっとグッとこう、なんていうんですかね、モード感というか大人感が強まる。あ、そうか、パッと見はそうなんですけど、ちょっとだけ違うのはこの、ここがグレー、ここのグラウンドがオレンジと、はい、オレンジと赤のシャンブレーになってるんです、うん、はい、なるほど、それちょっと違う印象だったんですね、はい、でオレンジが入ることによって、はい、こういった巻いてみましょうかね、はい、ベーシックカラーとものすごい、うん、なるほど、それでかマッチしますね、この茶色と、ね、確か優しい感じかもしれない、うん、そうで、やっぱり、うん、あのオレンジって、まあ、今回コレクションでも成熟した色っていう意味で使ってるんですけれども、それは心の、まあ、ゆとりだったりとか、成熟した大人のですね、はい、心のゆとりみたいな感じで作ってるんですけど、やっぱりブラウンだったりとかベージュだったりとか、うん、まあ、あとは小村さんのブラックはもちろん、これグレーに合わせてもすごくかっこいいんですよね、確かに、はい、オレンジが入ることによってやっぱりちょうど朴訥な英国製のものよりは今のファッションに対応できる、うんうん、あのもう少し近く見ていただくと違いが分かるというような、うん、そうそう、ちょっとマニアックな商品なんですけど、いやいや、これは確かに間近で見ていただきたい、うん、あの配色ではあるなと、はい、キャメルカラーのジャケットだったりとかね、はい、うん、結構色の幅は広がりますね、はい、合わせる、そうですね、意外と開いやすいかもしれないですね、うん、その色、そうそう、意外にね、はい、なんかイメージがしやすいですね、はいはい、うん、やっぱりセレクトショップさんの、まあ、黎明期というか、やっぱり英国のタータンって必ずあるもんじゃないですか、そうですね、はい、それのアップデートされたバージョンで、はい、今のファッションの色の変化にもうまく対応できるっていうのがこの商品の一番特徴です。なるほど、なんか米原さんって一番お気に入りのものとかってありますか？選ぶのが大変だったぐらいなんで、ね、米原さんはでもやっぱり僕はまず大きな差を見せるためにこれですから、ね、大きな差あの次のものと、はい、グリーンはね、でもレディース結構ね、多いですよね、はい、トレンドカラーなんで、はい、基本的にライムグリーンっていう色を使ってまして、まあ、ライムグリーンはですね、やっぱり果物だったりとか、あともう一つグリーン、森のイメージですよね、うん、まあ、やっぱり自然だったりとか、いわゆる大地が育んでくれたものに包まれてるっていうイメージなんですけど、うん、あのお相手の色がブラックとチョコレートブラウンです、うん、まあ、それはチョコレートブラウンとブラックの組み合わせって非常にいいし、ね、チョコレートブラウンが入ることによって少し温かみも感じられると思うんですよね、うんうん、であとやっぱり過去その 2,3 年買ってきたベージュブラウン系のお洋服と非常に合いやすくなるのかなっていうので、まあ、技術的にはそういったところを狙ってます。黒とブラウンを隣り合わせにするのとかすごくこう新しいというか、うん、あの僕たちは一見無地っぽいですよね。そう一見無地っぽいですよね。なんかよく見るとブラウンは入ってるっていう、はい、こういったその黒ってなんか今ちょっとこうなんていうんですかね、モードカラーなんですけど、はい、茶色って少し暖かく感じるじゃないですか、うん、なので全体的な冷たい感じよりも、まあ、皆さんね、やっぱり心を暖かくしていただきたいということで、ちょっとだけこれがあるおかげでほっこりしたイメージというか、はい、黒だけだとやっぱりちょっとシャープになりすぎてしまうんですよね。優しい感じをね、うんうん、そこに組み込みたいなっていうのがその商品の特徴ですね。で、まあ、やっぱり今日のその小村さんの、うん、このそのワンピースとあと靴ですよね。そういうのに合わせてもらうと、ね、もうグッとこうストールが引き立つというか、正統派ドレス
シューズだったりとかブーツよりはちょっとそういった遊びの効いた、はい、ものとかに確かに、はいはい、まあ、あのメンズとかでも流行ってるスニーカーとかにもね、はい、まあ、白のスニーカーだったりとか厚底のスニーカーだったりとかっていうのが、まあ、あとはスウェットだったりとかね、あ、なるほど、はいはい、そういったのにちょっとアクセントで巻いてもらえるとかっこいいかなと。スウェットにこれはある意味リッチやね。そうですね。いいですね、うん、なんかこういう時期なんでね、やっぱり今まで挑戦してこなかった色に思い切って首元だけでも自然を整理していただければなと思いますね。すね、はいはい、じゃあ次に行ってもいいですかね。はい、はい、まあ、もちろんこれですよね。嬉しい、はい、これもちろん小宮さんこれですよ、はい、もうこれもね、羽織っていただけ、はい、羽織ってちょっとどっちが表がいいですか。あ、こっちのグレー側が表がいいですね。今日の小宮さんの格好だと、さっきの、ね、岩佐さんのね、お召しいただいたブロックチェックと、まあ、同じ、まあね、はい、構造の商品なんですけど、こちらはもう少し外観をですね、シャープな感じで存在感がある少しアグレッシブな見え方ということでこれを選んでます。で、特にリバーシブルのコートっていうのが、このさっきのブロックチェックもそれもインスピレーションなんですけれども、なるべくシンプルな着こなしで存在感のある見え方で、シンプルなものになるとやっぱり存在感がなかなか出しづらいんですよね。なので柄行きだったりとか、裏面にウィンドウペンを持ってくるとか、嫌味のない存在感とか、嫌味のない柄、はい、嫌味のない配色をギリギリのところで表現しているというのがその商品です ね、 ですね。本当にさっき岩さんにこれ巻いていただいたこれ、はい、を小宮さんが巻くとまたちょっと印象が変わるんですよね、はい、もうこれはね、また全然イメージが違いますよね。うーん、ベージュが入るだけでそれだけ優しい感じになるんですよね、やっぱり。うん、なんかそんなやっぱシチュエーションによって分ける感じですよね。うん、そうですね。さっきおっしゃってたみたいな、なんかこれってちょっとこうね、はい、リラックスして、ね、確かにこれとかさっきの緑グリーンの時とはちょっと印象が、うんうんうん、はい、そう、どちらかというと穏やかな感じ で、ね、こちらの方が本当に前向きにグッと出るようなイメージですよね。うんうん、なので、まあ、オンとオフじゃないですけど、はい、そういう感じのイメージのデザインコンテンツになります。うん、1個だけすいません、はいはい、でもすっごい気に入ってオーダーしたものの、いやいやいや、どう合わせると一番、いやいやいや、どんな、来ましたね、これかっこいいじゃないですか。それはね、フレンチトラッドなんですよ。そう、これめちゃくちゃかっこいい。そう、フレンチなカラーリングかなと思うんですけど、はいはい、これどういうコーディネートに合わせると、まあ、一番イメージした実はアウターってダッフルコートなんですよ。ああ、ダッフルコート、はい、白いダッフルコートとか、はいはいはい、そういうのをイメージしたんですけど、白いダッフルコートね、はい、あとだから薄いキャメルのコートだったりとか、はい、あと薄いグレーとかでもかっこいいと思いますね。なるほど。いや、もうね、ブルーにオレンジに茶色にすごい配色だ。そうですね、まあ、やっぱり一つあのコンテンツとしてフレンチトラッドっていう言葉が結構ね、はい、バイヤーの皆さん言ってらっしゃって、まあ、90年代に僕がリアルにあの出張の時に見た店舗だったりとか、はい、まあ、あのエミスフェールだったりとか、あ、いい時代ですね、そういうショップのイメージですね。はいはいはい、皆さんのよく知ってらっしゃるね、フレンチのメゾン、フランスメゾンのブランドもですね、はい、やっぱこういったロイヤルブルーっていうか、はい、コバルトブルーとオレンジの組み合わせにチョコレートブラウンが入ってくるって結構やっぱり多いんですよね。ある配色なんですね。ある配色というか、まあ、やっぱりそういうのってずっと見てると刷り込まれて、僕の体の中にはもう刷り込まれてきちゃってるんで、かっこいいですね。はい、で、今年はブルーを使ってみようかなとか、あ、なるほど、まあ、ある時はここがカーキグリーンだったりとかするんですけど、はいはいはい、具体的に、まあ、岩佐さんのね、今日の格好、まあ、いわゆるお召し物から判断すると、はい、もうどの色も相性がいいんで、ブラウンとオレンジが今日の色に間違いなく合うじゃないですか、はいはい、でそこにブルーがあるじゃないですか。ブルーとやっぱりブラウンも相性いいじゃないですか、メンズファッションの中では。そうですね、基本的には全てバランスが取れてるはずなんですよね。これきっとお気に入りなんですか。はいはい、ちょっとこう、はい、イタリアンテイストのコートだったりとか、はい、と合わせてもらうと、はい、またちょっとこの違う異国文化の融合みたいな感じで、うん、今にアップデートされた形になるんじゃないですかね。これはね、僕も選んでいただいたお客様には本当にあのお礼を、はい、あ、そうですか、はいはい、嬉しいです、はいはい、なかなかね、難しいゾーンかなっていうのは個人的には思うんで、はい、ただそういうものがね、ないとコレクションもつまらないので、はい、結構僕これ、はい、おすすめ、ね、すごい、でも目を引くやつですよね、これね、うん、そう、女性も男性もね、やっぱりぜひトライしていただきたい配色ですね、はい、まあ、プライマリーブラックウォッチ、ブラックウォッチの、冒頭で説明させていただいたこれと同じ柄ですよね。これの半分バージョンです。これどうしても巻くときにボリュームがありすぎる、でやっぱコートの中できちんとですね、サイズ的な適正なサイズを守って着たいという方に、やはりでも長めの方が、要するにストールの、なるほど、はい、
長さはあるということですね。マフラー、はい、はい、これは190センチあるんで、まあ、ちょっとこれ、はい、今の今日の岩さんからパッとこう選んだ、あ、そうですか、はい、ものなんですけど、はい、ちょっと本当にコートの中で収まりがいい感じ、はい、アウターの中で例えばもう少しボリュームのある傘高感のあるアウターでこうストールを巻くとちょっとこう雪だるまっぽくなっちゃう、あ、なるほど、はいはい、そういったところで抑えたいんであればそういった商品がいいのかなっていうふうに思いますね。まあ、でもこれは本当にいろんなスタイルで使い勝手のいいサイズ感かなと思います。そうですね、やっぱり、はい、あの移動の多い仕事をされている方だったりとか、ね、なかなか仰々しくね、やっぱり大きいものを持って歩けない方なんかには、うん、まあ、なんとなくこうモード感もあり、そうですね、カバンの中にも、ね、そうですね、パッと入りますもんね、うん、巻くと決して華奢じゃない、うんうんうん、これがいいですね、うん、はい、程よいボリューム感ですね。あと長さがね、そう、長さは嬉しいですね、これは、はい、はい、一緒なのが、はい、このジャケットにインして前ボタンしていただいても少し前に出る感じですね、多分なると思います、うん、このなんで、あ、このマフラーの存在感もね、はい、あとレイヤード感もうまく出せると思いますね、はい、あと、まあ、マフラーこういったタイプのこれもまあブラウンが基調になってますけどちょっとスポーティーな感じですよね、はい、これは 180×30cm です。一番小さいサイズになるんですかね。一番小さいサイズです、はい、だからこれはもっとこれよりも小さくてどちらかというとこちらがイタリアをベースとしたドレス用に、はい、あの作ってるとするとモードの少し可愛い感じ、あ、なるほど、ファッションに小さく巻いていただくっていうような感覚で配色はこうやっぱり毎シーズンこの小さいバージョンの方もあの少しだけ変えてますね。特に今年新しく出したものに関してはこういう小さめのチェックを用意してます。あ、これ確かに今までなかったかもしれないですね、はいはい、まあ、新しいこういった小柄なものっていうのも結構モードブランドから出ているので、うん、まあ、ネルシャツだったりとかそういったものからのインスピレーションで作ってるんですけれども、はい、このサイズはですね一番最初に作ったきっかけがやっぱりお父様が自分で買われたものを息子さんとか娘さんにですね学校に通うようになって、うんうんうん、ぜひそうやってあのイギリスのブランドを続けて橋渡しでしていただきたいなっていうことでこのベーシックサイズのマフラーを使ってます。ただまあやっぱり色数がね皆さん少なくなると思うんで、はい、首元に少し色があった方が賑やかなねイメージになるかなと思います。時間があればちょっと最後一つだけずつフィニアさんに似合うであろうこのもうブラウンとブラウン、濃淡のブラウンのコーディネートですね。そこにブルーがウィンドウペン、いい組み合わせですよね、はい、ブラウンとブルーって、はい、これは好きです。これも好きです、はい、ブラウンとこういった僕の着てるグレーとか相性がいいじゃないですか。だからグレーのジャケットだったりとかグレーのコートだったりとか合わせていただいてもいいですし、はい、あのブラウンとキャメルのトーナル色合わせしてもかっこいいかなと、ね、いやこれは大人っぽくて素敵ですよ。これは、はい、グレーと思いきやこれブルーなんですよね。そうブレーです、はい、ブルーです。これがね程よいこう定番感とモード感のギリギリの間のところというか、はい、あと小梅原さんちょっと後ろを指定して、はい、小梅原さんにはもう僕はこれをですねちょっとこう上から羽織るような感じで、はい、まあ、クラシックタータンはクラシックタータンで多分ブルーになるんですけど、うん、はい、配色がやっぱりほっこりしないところがポイントですね。ね、このオレンジも効いてますよね、はい、緑も入ってる、うん、でやっぱりそういったそのモダンな靴の形だったりとかに合わせるのに非常に洗練された見え方になるものがやっぱりどうしても欲しくて、うんうん、まあ、たまたまそれ、まあ、ベースコンテンツはあるんですけどそこからいただいて配色だったりとかレイアウトを少しずつ変えてストールにした商品なんですけど僕としてはいいものだなっていうふうに思っていて、うん、小宮さんの印象僕の持ってる印象からすると、うん、そういったものをかっこよくお召しになられるのかなと思いましたんでちょっとほっこりした感じもありつつ、ね、モードにまとまるっていうのがそうです ね、まあ、柄引きがねほっこりした感じなんですけど、うんうんうん、配色をちょっと少し冷たくクールな雰囲気にするっていうの で、うん、冷たくクールこうシュッとした感じの冷静な気分にさせていただけるようなね配色じゃないかなと思います。これが一番似合ってるような気がする。本当ですか、はあ、うん、いや結構大ボリュームでそうですね、はい、はい、頑張って、はい、販売させていただきますんで、はい、ま、あのでもあまり心配してません。いつも品薄になってくるんでいやすごくあの、ね、ご好評のブランドではあるので、はい、僕もあの心配性なんであの、まあ、皆さんね元気でやってらっしゃるかなとかこういう時期ですから何かねこういったものを通じて、はい、あの元気になってもらえるようなね提案ができればと思ってますんで、はい、また引き続きよろしくお願いします、はい、こちらこそ、はい、今年も、はいはい、また皆さんの期待に応えられるような、まあ、バイヤーさんに喜んでいただけるようなものができるように、はい、またいろいろアドバイスを、ね、いただければと思います、はい、よろしくお願いします。ではまた展示会の方で、はい、お会いできればと思いますので、はい、では今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい